話にならねえ。最悪の世代だって笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。キゾカイドウ、お前バカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだろ。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。光を上げろ。大晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。てめえら、俺を舐めすぎなんじゃねえのか。やつの隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。しときなさいよ。うん、おい、拙者も見届ける。戦えなくても命を果てる覚悟でござる。消し積みにしてやる。ボラボレース。
こ行った。麦わら、俺はここだ。カイゾウ、お前を倒して俺はモモとの約束を果たす。図に乗るな、海賊のこの小僧が。頭いて死ねねえもんだな、つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわっ、スモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロウ、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増しやがった。絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは。ピースを狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ、
いいじゃねえか、俺たちはもう仲間なんだからよ。あ、ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。わかったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。との喧嘩は俺たちの勝ちだ。おかげでモモとの約束を守れた。みんなありがとう。もしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ。必ず助けに行く。俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ。俺たちの冒険はまだまだ続く。俺たちはずっと仲間で友達だ。友達じゃねえ。よし、やるぞ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて。